なくなっちゃったよね。こんにちは、かずえちゃんです。ベビーバギーです。バギーちゃんです。はい。バギーちゃんというと、うん、まあ、ドラッグクイーンなんですよ。そう、ドラッグクイーン、ね、だから僕らのカミングアウト100人でも、あんたは主人公よって言ってくれたのがあったじゃん。セクシャル問わず、みんなが主人公よ。うん、そや、こと言うたれ、なんか言えよ。そのバギーちゃんね、あの時とちょっとウィッグ違うから、ちょっと違う人にも思えるかもしれない、ね。うん、でもあのバギーちゃんなの。じゃあドラ、あの、あの時にもイルローザっていうドラッグクイーンと、ね、いた私ベビーバギーが一緒に言ってたんだけど、うん、あんたが主人公よってなんかね、違うのよ。なんかめっちゃ熱い言葉言ってるやけど、ただ単に自己中心的でいいんじゃないっていうだけであって、なんか嫌なのよ私。あれ文字に起こしたからね、僕は。響くだけ。じゃあめっちゃいいように、なんかめっちゃいいこと言ってるって思ったんだけど、あれ超良かった。あれ私はもうなんそんな深い意味もなく、あの、だって自分の人生なんやから、なんかわざわざ他人の目を気にしたりとか、なんかこう他人にこう言われたからってめんどくさいじゃん。てかドラッグクイーン自体がそういう批判とかさ、こういうメイクしてさ、ゲイの中にもいるのよ、こうゲイね、同性愛者の男性のゲイの中にもこうやって女装してドラッグクイーンっていう存在がテレビに出ることをいいなとか一緒にするなとかいう、だからそれがゲイの人全てだと思われるからとか、そういういろんなことを含めてる。その発言自体お前もゲイ代表みたいな言い方するんじゃねえよって言ったら思ってたけど、いやでも私らもまあまあそのカルチャーの中でいてさ、こうやってやっぱ理解されにくいじゃないけど、いちいちそんなね、人の批判してこんなメイクとかしてられへんから、だから自分の好きなことやれみたいなことだよね。そうそうそう、だからお前が主軸なんだから、だから人の他人の目とかじゃなくて、あんたがやりたいことを中心に考えればいいよ。あなたは時点ですよみたいな。まあもちろんいわゆるさ、見てる人からすると、うん、ドラッグクイーンって何だろうってあると思うの、うん、だからいつもバギーちゃんはメイクしてるのかとか、うん、おーよく言われるってパンってあってあれペットボトルかあ、でもよく言われるでしょ。例えば、うん、私ドゥーイズカメってお店の、うんうんうん、ドラッグクイーンが接客するお店にも入ってるんだけど、なんかね、普段ちょっと写真とかってインスタグラムで上がるじゃない、うん、でなんかこうどこどこに行ってきましたとか、友達と富士急行ってきましたとかいう普通の会話とかにも、え、この格好で行くのとか、そっか、なんかでも分からないんだ、まあ、そういうカルチャーを知らないから、うん、だから夕飯さんとか、だから逆に言うと女性になりたいんですかとかって質問があるんだけど、大して興味ないんだろうなと思って、そういう人は、あの、興味が あるから聞いてんのかなと思うけど、やっぱこう自分が働いてるドゥーイズカフェとかってやっぱこうお釜の店みたいな感じで来る人が多いから、まあただ単に派手なメイクで派手な豪華な感じやから、とりあえず行ってみようみたいな、はいはいはい、なんかそこまでドラッグクイーンっていう存在を知らずに来てる人が多いから、うそういうことね。だからもうニューハーフと一緒なんじゃないの、何が違うの、はいはいはい、っていうとウィキペディアに書いてるかっていつも。じゃあさ、なぜドラッグなろうと思ったの、ドラッグクイーンになろうと思ったのは何、そこちょっと聞かせてよ。いや私ね、これね、正直わかんないんだよね。でももう10年だよね。10年そうなのよ。だよね、10年もこんなことやってる。それなんでなろうと思ったの、そこは。なんか最初はなんだろう、一番最初は、うん、女装をした、一番最初は大学生だったの、うん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 、の学祭でよくさ、学祭コンテストってない？わかるわかるよ。あ、で、うん、それで女性、要は女装コンテストみたいなのがあって、ミス女装を選ぶ、はいはいはい、大学の文化祭で、うん、でなんか負けたくなかったのよ。だから私一人でメイクしたの覚えてるの。みんなが女性にメイクをしてもらってるの中で、私は自分でやったんだけど、うん、やっぱ最初わかんないけど負けたくない一心で、なんか優勝したのよ。優勝したんだっけ、うん、いや、でもなんかすごい、なんかの記憶に残ってるのが、はい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 、すごいドヤ顔で言ってたの、そのメイクしてたの覚えてるの、うん。で、すごい評価が良くて、うん。で、あ、それが一番最初に塗った経験かな。母親のファンデーションとかを借りて。借りて、うん、で、その後私、芸20にもなってたから、20、成り立ての時かな、その、ソフトドリンクでゲイバーにも飲んでったとかあったんだけど、そこの周年のイベントがあって、はいはいはい、それでね、お祝いイベントね、そう、ね、うん、あの、
ちょっとイベントをやるから、はいはい、ちょっと出てみないかみたいな。その塗ってね、だから。うん。それで名前を付けられたの。今のベビーバギーとは違う名前を知らないって私。え、それ前聞いた。でもそれちょっとね、YouTube で絶対言えない。言えないんだけど、うん、調べて出るから。あ、出るんだ。出るんじゃない。それ前に確認動画で聞いた。名前付けそうだよ。これ言えないよね。それ絶対言えない。P が入るんですよ。あの、P が入る。だって私昔テレビの、日本テレビの出てた場合、全部 P アとかの名前。ピー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 って。え、それを付けられたの、まずね。そうそう、名前を言えないドラッグクイーンっていうので、出たこともあったぐらい言えない名前だったの。はいはいはい、はい。で、それが、そうだね、10年ぐらい前で初めてイベントに出た時かな。で、それで名前をいただいて、始めたんだけど、ドラッグクイーンとして出るんだってなった時、名前をもらってドラッグクイーンとして出るんだってなった時に、ドラッグクイーンって Google で調べて、それに出てくる写真を見ながら、もういっぱいこうメイク練習して、それでもやっぱりドラッグクイーンの画像がバーって出た中で、自分がオシャレだと思うラインってあるのよ。かっこいいなっていう、なんとなく世界観があって、それに合うメイク、これがきっとドラッグクイーンだろうなっていう、なんかラインが自分の中でもあったから、すっごいこう練習しながらなんだったけど、こう女性は見てるからわかるかもしれないけど、あの、油分だから基本メイクって、基本叩かなきゃいけないの。粉とかで。抑えなきゃいけないのよ。でも、私その時、抑えるとか知らなかったから、そんな YouTube もそんななかったんだけど、だから、あの、もうずっとテカってた、油で。え、それは叩かず。え、こう、どういう、どうしたら、どういう、だからもうファンデーション。塗り方さえも分かんなかったから。もう、落書きしてる感じ。それが一番最初だった。もうだから、もう大変だよ。朝方みたいなお地蔵さんみたいなのもうわーって言って、妖怪みたいな、本当に。今やったらもうメイク落ちなくなってきてるけど、めっちゃ大変やったの。それが10年前かな。そこから、大阪に遊びに来て、それはでも周年のイベントやからこれからやっていこうとも思ってなかったんだけど、はいはい、それで大阪の、今私がこう大阪に行ってるけど、うんうんうん、福岡だったんですよ、はいはい。で、大阪にその当時付き合ってた彼氏と青春18切符でこうやって来て、うん、で、そういう初めてゲイクラブに行った時に、それ以外のね、はいはいはい、うん、ものすごいドラッグクイーンがたくさんいたの。で、ゴーゴーボーイとドラッグクイーンがいて、その時のね、あのドラッグクイーンさんで、千子さんとか、バネッサさんとか、いっぱい、今でも活躍されてる方が、それがいっぱいいたときに、ゴーゴーボーイって言って、マッチョで踊ってる人に興奮するよりも、ドラッグクイーンでそうやって盛り上げてる人がかっこいいなって、心底思ったのよ。はいはいはい、あ、こうやって盛り上げる人になりたいって、素直にその時に思って、もう、そう名前をこう背負って、いろんなイベントをオファーを受けるようになったの。それがきっかけっていうか、だから最初見た時にめちゃかっこいい自分もなりたいと思ったわけだ。そうそうそう。大阪のイベントで。本当に大阪のイベントはやっぱり大きかったね、私の中では。そっか。だってそこ来なければ1回のイベントの周年で終わってたわけだもんね。そう、覚えてるわ。N2 ってイベントやったわ。で、そこから、レンビをやって出るようになったの。そう、やっぱね、ドラッグクイーンの世界ってどうやって呼ばれるのかっていうのも難しくて。そうだよね。そう、あの、自分からオファーしてくださいっていうことはあんまり私はしないから、どっちかっていうと、イベントに出て気に入ってくれて、そこからまた次に声かかってっていう繰り返しで私はこう、今、10年経ってる。もう毎回そう。今でも。そうなんだ。やっぱドラッグクイーンのベビーバギーって存在してくれて、この自分のイベントを盛り上げてほしいなとか。最近はのんけさんのストレートの人たちの結婚式だったりとか。あ、言ってたね。そうそう、司会業だったりとかっていうのも増えてきてるけど。うちのお母さんが知ってるドラッグクイーンはバギーちゃんだからね。バギーちゃん、あ、私。だってあのバリバラの LGBT 温泉に出たじゃない、うん、出てたじゃない、今回、この前僕出たやつね、みんな出たやつ。そうそうそう。で、あれを最初に、うちの母親が NHK 見てるから、うんうんうん、そしたら、こういうのやってんだねって言って、写メ送ってきたの。この、あの、テレビを写メしたの、お母さんが。それに私映ってる。そしたら、あら、バギーちゃんだと思って。で、そう、だから、うちのお母さんは、バギーちゃんを、それを初めてそこで見て、あ、あの人は、あ、女の子になりたい子なのみたいなこと聞いてきたの。おうおうおう。でも、それが、いわゆる、世間一般の知らない人の意見かなと思ったの。うちのお母さんそう。おかん、私の顔見て女の子になりたいと思ってた。そう。おかんにも私が女の子に映ってたんだけど。そうだと思うよ。おかんは眼科に行った方がいいだろ。おかんはまず眼科に行った方がいいと思うな。そう、だからうちのお母さんはそう言ったの。で、それでバギーちゃんを見つけて、あ、バギーちゃんこんなことやってんだと思って、うんうん、その1週間後ぐらいに LINE くれたんや。あの、大分でこういうイベントがあるからぜひぜひって言ってね。そう、だからうちのお母さんはバギーちゃんを初めて知ったドラッグクイーンなのよ。
でも逆にお母さんはまだ私のこと女の子になりたいと思ってるのかな。じゃない。だからこの動画見たらお母さん、あ、違ったな。お母さん違うからね、お母さん。そう。お母さんまだ女の子に見える。でも女の子に見えるって嬉しいね。だから、あ、あの子女の子になりたい子なんだなって感じたんだと思うよ。意外と自分でも分かんないことが多いの、なんで始めてんだろうとか。でもそれきっかけじゃない、だってその最初の大学の時のそういうのもさ、それなかったらもしかしたらまた違ったかもしれない。なんかね、やっぱね、どんどんね、心ってすさんでくるもんなんですよ、大人っていうものは。皆さん分かってると思いますけれども、年を重ねるとね、どんどん思考が硬くなってきてね、昔の純粋だったピュアな心がね、忘れてたから。童心に帰るって言葉で大事だなって、初心に帰って童心に帰るって言葉大事だなと思うのが、私綺麗事じゃないけど、昔さ、医療系の大学に通ってたの。大学の時に一番最初に塗ったのも医療系の大学で、その時にね、私今でも覚えて、その女装コンテストでメイクをした時に、すごい、これね、私言ってないかったんだけど、すごい嫌で、こういうキャラだから真面目な話使いますぎるとすごい嫌なんだけど、隣がね、大きい病院だったの。連携したね。え、学校の隣が。学校の隣が大きい。その病院だったから。はいはいはい。その大学なのよ。はいはいはい。で、その時に車椅子を引いたら目をが見れない、見えない、まあ、ご高齢の女性が、はいはいはい。3人ぐらい看護師さんとか連れて、その文化祭に遊びに来てて。で、その時に私なんか、かつ安いかつらよ、ドン・キーホーテで買ったようなさ、ペラペラなウィッグをさ、かぶってさ、つけまつげの位置もおかしいしさ、今以上に。で、そういう状態で、その人に話しかけられて、挨拶した時に、顔をがんのこう触られてね、今やったら絶対嫌だけど、でも、その人の触り方すごく優しくて、あれでさ、なんか、すごい綺麗。すごいですねって言われたのがなんとなく嬉しかったのもこうやって、その時にね、なんか気持ち悪いわね。気持ち悪いこと。これ好感度上がる。好感度さらにこうやって。私個人的に LGBT って言葉っていうものはすごく違和感で、生まれた時ってさ、 LGBT って言葉が私知らなかったし、自分がゲイだっていうよりもまずは男が好きだっていうものから入って、あ、これをゲイって呼ぶんだっていうものから、 LGBT っていう存在の枠組みに私らも入れられてるわけじゃん。 でぶっちゃけゲイの世界さえも私自分個人のことしかわからないのに、ゲイ全体を背負うわけにはいかないじゃない。でもドラッグクイーンのことをこうやって説明するのもおこがましいと思ってるぐらいだし、でもゲイの中の一人であって、ゲイを代表する私は一人じゃない、代表はしてない。だから一人のゲイっていうジェンダーであって、別にコミュニティの中に入ってるってカテゴライズの代表でもないから、ないよね、分かる分かる。そうだから逆に言うと LGBT って言葉を言われたら、トランスジェンダーの人の気持ちも、バイセクシャルの人の気持ちも、レズビアンの人の気持ちも皆無に分からないし、分かんないよね、全然分かんない。っていうか本当に分かる、それは。っていうかね、分かった気になっちゃダメだと思う。でもその人たちが声を荒げて苦しんでるんだったら、考えてあげる世の中にはならなきゃいけないといけないけど、理解しようっていう試みとかさ、なんか、あ、そうなんだっていう気持ちを知ることはできるけど、その人の立場になって考えることもできるけど、その人にはなれないから、その人の生き様を知らないし、性的はもないまま私は言ってるから、今すごい LGBT って枠組みの中で私も活動させてもらってるけど、やっぱもがいてるよね。大きくすぎて、もうすぐマギーちゃんの営業が始まりますので、今日の動画をおしまいにしようと思います。ということで今日の動画はおしまいです。またね、バイバイ。マギーちゃんでした。ありがとうね。ありがとう。 Did you pack the flashlight, the blanket and the mat? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear?
option here seemed like